はい、どうもこんにちは、ラブです。初めましての方は初めまして、いつも見てくれてる方ありがとうございます。というわけで、やってないシリーズ、やってないシリーズってなんだもう本編の方がですね、撮影がもう終盤になって、残り数パートっていうのは言い過ぎだけど、もうすぐで本編の方は最終回を迎えるっていう感じになってくるので、ね、この世界をもうちょっと楽しもうっていう、あまり編集しない動画でございますこの動画をね、僕の動画を初めて見るっていう方は、まずは本編の方からね、ご視聴ください。ということで、もう早速どんどんね、やってないことっていうか、この世界を楽しんでいこうと思います。まずはマップ作り、やってないまあ、なぜやってないかっていうのも、ちょっとマップの感じがですね、普通の世界と違うっぽいので、やっていなかったんですけど、まずサトウキビ探しに行かなきゃいけないのか。どっか、あ、そう、ジャングルだ、ジャングル、ジャングルにサトウキビがあったはず。足りないよな、全然足りないよな。よいしょ、よいしょ、この沼みたいなの何、よいしょ、オッケー。ちょっとついでになんですけど、本編の方で竹も使うので、竹も持って帰りたい。よいしょい。あ、で、この番外編、この虫、あっ、なんだ、え、初めて、え、なんか初めて見たよね、こいつ。なんだ、挙動が怖い、挙動が怖いなんだあいつ、超動き回るじゃん。え、追加された系かな、最近新入りだぞ。あ、絶対あいつ怖っ、めっちゃ怖いんだけど。で、竹も本編で使うので、ちょっと持ち帰りたい。よーし、わわわわ、なんだなんだなんだお前ら、なんだ、ちょっとこの新種の雲、なんだ、初めてだよね。なんかスポナーある？いや、わかんないわかんない、全然。うわあ、ちょちょちょ、びっくりした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 もうやだ、擬態虫さ、マジで擬態するから嫌なんだよね。やめてくれよ、マジで。マジで、久しぶりになんかビクってなったわ。もう怖いんだけど、ジャングル怖いわ。待って、全然、サトウキビやっぱ育てる方の方がいいよね。よいしょ。あ、なんだこれ。あー、なんか作物大根系かな。地下はほんと探索してないから、番外編でもなんか地下をたくさん探索したいなっていうのは ありますね。うわー、なんかいろんな虫がいるね、この辺。サトウキビさん、これは これは回収できないやつ。よいしょ、サトウキビと、これで20個。あっ、おお、ちょっ、ちょいちょいちょい、よいしょい、オッケー。ちょっと待って、あれ、こんなんあったっけ。なんか埋まってる、これやっぱなんだっけ、琥珀だっけっていうことなのかな。え、硬い硬い硬い、ええ、なにこれ、え、埋まってるぞ。あ、でも壊せそう。え、これもしかして入ったままブロック化するとか。え、こんなの前あったっけ、前いたっけ、バージョンで変更されたのかな。あっちゃい、そういうこと、そういうことね、そういうことか。中にいる、わ、カマキリ、もうカマキリもうやだわ、やだわ。あ、いるわ。あれはダンジョンにいたやつだな。ちょっと待って。俺ちょっとひらめいたんですけど、
この虫が入ってる状態でこの杖を試してみたらどうなるんだろう。あ、これもう番外編だからこそね、こういうことを楽しもう。ちょっとやってみようか。召喚した時埋まっちゃうからちゃんとね、周り壊してから召喚しよう。よし、行きまーす。はい。あ、できないんだ。あー、入ってる状態では無意味と。なるほどね。ほい。てぃ。え、なんか硬い。なんか硬い。え、硬くない？え、硬い硬い。え、なんでこいつこんな硬いの？は？え？めっちゃ硬かった。え、虫特攻だよね。え、なんだ？なんかわかんないけどすげえ硬かったわ。あ、で、あと、この番外編でやりたいことがあって、宝箱の中のレアドロップっていうの？その、レアなものがあるらしいので、宝箱の中にはやっぱり。それもちょっと手に入れたいなっていうのがありますね。よいしょ。この沼嫌い。よいしょ。で、キノコバイオームの宝箱探しっていうのをちょっとやりたいので、とりあえず育てるか。サトウキビ育てつつ宝箱を探すっていうのが今回のパートになるかな、番外編。この番外編は編集いらないので、まあ、こんなね、ただ喋ってる動画ですけど、更新頻度は本編より高い気がする。本編投稿しろよってなるかもしれないんだけど、本編の編集ね、やってたら頭痛くなる時があってさ、重症じゃねえか。あまりね、切り詰めて編集するっていうのはね、あまり好きではないので、ちょっとこんな感じでね、適当にやっていきます。よし。まあ、育ってくれることを祈りましょうか。よし。ではでは、キノコバイオームのところに行って、宝箱。で、多分レアな宝箱の中身があるはずだから、それを探してみます。どこだ？ここはどこだ？あった。よいしょ。とりあえずキノコバイオーム到着と。あ、骨の鉱石ありますね。骨の鉱、うわぁ、うわぁ、なんか気持ち悪いわ。なんか見た目あんまよろしくないよ、これ。見てよ。これあんま見た目よろしくないよね。うわぁ。あ、で、またボスの反応あるし。これはさ、なんか鍋が必要なんだよね。ん？違う？何？え？何？え？何？待って、なんかできる、知らなかった。あれ、これは食材じゃないのか。待って、これ、お城建築の時にだいぶ使えそうじゃない？回収しよう、とりあえずこの実だけ。実？キノコの実。なんかランタンみたいなのができるのかな、多分。これはいいね、これはいいね。で、あとは木の中にチェストがあったから、そういうのを探していきたい。あ、クワガタだ。あ、で、クワガタもね、レアドロップあるみたいなんだよね。クワガタの、これが手に入ったら、このね、なんかまた新しい杖かどうかわかんないんですが、これが手に入るから、ちょっとクワガタ、申し訳ないね。来い！あ、来た。来るんかい。あ、手に入りました。まあ一応ね、これドロップ増加ついてますもんね。そりゃ手に入るわ。来い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 。お前なんて、そんな強くないんだからな。よいしょい。これいらない。全然宝箱らしきものないな。そういうダンジョンがここは少ないのかな。
ま、待って、よく見たらさ、これめっちゃあるじゃん。これめっちゃ生えてんだけど、ぐわー。なんだこれ。あ、ま、でも、これはお城建築に使えそう。これは、掘るスピード、取るスピード変わんないかな。よいしょ。ほらー。もうすーげー回収しにくいの。すーげー回収しにくい。とりあえずこんだけあったらいいかな。また足りなくなったら取りに来ますか。で、宝箱だよ。レアドロップじゃないし。レアなのがあるはず、どこかに。お、びっくりしたーん。ちょっとそろそろ剣もさ、修復しないとダメだな。よっしゃ、いい。で、アリさんと。あ、うわ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 、なんか、え、小さいアリか。あ、ガチで、あ、アリ、あ、逃げた逃げた。これ、アリの巣とかやっぱ地下にあったりするのかな。これは敵対モブではないわ。え、なんかこの辺怪しくない？かわいいアリ。アリさ、噛まれたら痛いよね。昔めっちゃ好きで、あの、アリの巣っていうの？そこに手突っ込んだ時が、子供の頃だよ。もう本当に小学生の頃、あの、アリの巣とかそういうのが好きで、手突っ込んだらさ、めっちゃ噛まれて、すっげえ、あの、痛かったの。アリ気をつけてね、みんな怖いから。地下には何もないですね、やっぱり。うわー、なんかこんなの見たら回収したくなるんだけど。こんなの見たらさ、回収し、ちょっと作ってみようか、一個。これでできるの？多分ランタン系な気がする。あ、明るい！あ、これいいじゃん！これおしゃれだよ、普通に。城の中にキノコいっぱいしよう。これいいね、これいいわ。なるほどね。城の中の照明、これにするか。番外編だから言うんだけど、ちょっと卑猥だよね。